はい、どうもメチャンネルです。本日私はですねホテルインディゴ箱根強羅さんの方にねお邪魔させていただいております。今ねベランダから撮ってるんですけど、専用のね温泉風呂があったりして、もうめちゃめちゃ最高です。今ですねチェックインがね無事に完了しましてですね、これからね館内の散策だったりとかちょっとねゆっくりさせていただこうかなっていうふうに思います。こちらの動画の方に関しましてはですね、館内の食事だったりとかスパだったりプールの方ねご紹介できればなっていうふうに思います。まだねチェックインルームツアー編ご覧になってない方はこちらにリンク出しておきますんで、ぜひねそちらの方もご覧になっていただければ幸いです。ということでね早速楽しんでいきたいと思います。はい、お風呂はね自動でこうやってねすだれをね閉めていただくことができます。他のお部屋に関しましては手動という形になりますね。スイートはこちらの電動というふうになってます。はい、レイ君も大喜びでダイブしてます。はい、それじゃあねちょっと館内散策ね行ってみようかなというふうに思います。このね廊下のカーペットなんかもねいい感じですね。多分緑とかねいろいろな意味があるんだと思いますね。はい、こういうのもめちゃめちゃおしゃれですね。はい、ということでね今足湯エリアの方にねやってまいりました。こんな感じでね、はい、下ですね足このようにつけていただくことがねできるようになってますよ。そしてねこちらの川の方ね見ながらゆっくりね使っていただくことが可能というふうになってます。タオルなんかねこちらにございます。ここのねいいところはですねドリンクね頼みながらここにね座って足湯しながらゆっくりね時間を過ごすことができるっていうのは本当にね最高です。そしてねこちらの方なんかもね私見たことないんですけど一応ね暖炉みたいなのがあってですね火をねくべていただくことができるみたいなんですよね。いや結構ね風強いですね。なのでちょっとね香ばしい匂いしますけど、ここで暖炉にね当たりながらですねまあゆっくりとした時間過ごしていただくことがね可能みたいなんですけどね。いや今日ぐらいのね気温だったらいいんですけど、めちゃめちゃ寒いとねちょっとしんどいかなっていうふうに思いますね。はい、はい、じゃあねこちらの先がですねフィットネスルームとなってますんで、ちょっとね入っていきたいなというふうに思います。これはねルームキーが必要になります。はい、でスパがあってですね温泉があるという感じですね。こんにちは。はい、こちらねフィットネスセンターとなってます。はい、こんな感じでねめちゃめちゃ明るいんですよ。見てください、このね景色、富士山とかね見ながらジムねできますよ。私はねやりたいけどなかなか時間ないんでできないですけどね。はい、こんな感じのねフィットネスという感じになってます。で中はね入れませんけど、こちら男性湯と奥がね女性湯という感じになってますね。はい、でフィットネスそばのねエレベーターに関しましてはね、こんな感じのエレベーターホールという感じになってます。もうね、どこもかしこもモニターがあったりね、非常にね、こだわってます。この数字なんかもね、この箱根のね、木材工がね、使われております。はい。今日ね、海老名のサービスエリアの方でですね、久しぶりにね、この富士メロンパン買ってきたので、ちょっといただこうかなっていうふうに思います。ペイ君食べる？いらない？メロンパンだよ。ほら、富士山。こんな感じの富士山のメロンパン。いただいていきます。全然上食べれない。うまっ。上の方もちょっと行ってみたいと思います。うん、なんだろう、メロンパン、うまい。あとねこちらのウェルカムスイーツ、これ何なのかなっていうふうにね思ってるので、ちょっとね開けてみたいと思います。なんか地元のおまんじゅうとかですかね。おお、大福みたいなやつ、プルプル。食べる。うん、お餅。餅食べる。餅は食べるの。ちょっと危ないからちっちゃくして食べようか。はい、うん、おいしい。うまい。じゃあね、こちらいただいてですね、今ね、今日まあ合宿ということもあってですね、別のね、トリップパンダさんのお部屋とかもちょっと覗かせていただこうかなというふうに思いますんで、そちらの方に向かっていきたいと思います。で、その後ですね、ちょっとスパ、プールの方にね、向かっていければなっていうふうに思います。行ってまいります。じゃあね、こちらの404コース、ちょっとね、お邪魔させていただきたいと思います。
こちらがリバービューの、ね、お部屋となってます。はい、まあ、大体ねベースは一緒なんですけども十分ね広さあると思いません？前回ねちょっと宿泊させていただいたのと同じような感じですけど、こんな感じのねお部屋となってます。シンプルですけどめちゃめちゃねおしゃれですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ、ね、これからこちらのねジャガーを利用させていただいてボックスバーガーという有名なねハンバーガーショップの方に向かっていきたいと思います。こちらね3名のみ利用が可能です。で本来はねこちらの、はい、こちらのアルファードですかね、ベルファイアですかね、こちらの送迎車を利用する形になるみたいなんですけど、やっぱりねタイヤがスタッドレスじゃないので、ジャガーに関してはスタッドレスじゃないのでちょっとね路面が凍結する時間帯とかは、利用ができないということもありますんで、はい、晴れてる日だったらね使えればなっていうふうに思います。回します。これ上がもうシースルーなんですね。全部ねすごい、初めてねこちらのジャガー乗りましたけどめっちゃすごいですね。ちょっとドアパネル見てもらっていいですか。運転席側の、はい、こんなシートベルト、あ、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、すごくいいですね。皆さんやっぱりジャガー乗りたがりますか。どちらか別に選べるという感じではなく、あ、そうですね。ごめんなさい。僕はリクエストしちゃったんでごめんなさい。応じて、はい、ではなくて、はい、ホテル側のすいません、申し訳ないです。今日は特別にちょっと乗らせていただいて、先ほど申し上げた通り路面が凍結しているときはこちらの車スタッドレスじゃないのでお出しできないという状況でございますのでご承知ください。じゃあよろしくお願いします。すいません、はい、こちらね上が透けてるんですよね。空きはさすがにしないんですけどいい感じですね。まあこんな感じですけど、やっぱりボックスバーガーって有名ですか？はい、めちゃめちゃ有名。はい、こちらがねボックスバーガーというねお店になります。結構ねやっぱりにぎわってますね。これが一番人気ですか？そうですね、箱根バーガー。じゃあセットで、はい、2番3番から1つずつお選びください。ポテトと、はい、ちょっとすみません、元からですね単品でついてるので、ああ、上の3つをお勧めしてますが、ああ、承知しました、はい、じゃあオニオンリング、それと、はい、何が子供飲めそうだろう、オレンジジュース、はい、はい、じゃあねお部屋の方に戻ってきました。改めて撮ってますけどめちゃめちゃね美味しそうですね。レイ君も早くくれって言ってますね。いただいていきます。ポテトだ、ポテトだね。はい、じゃあねいただいていきます。はい、レイ君ポテト、うん、美味しい。おお、めちゃめちゃ、なんですかこのボリューム、やばくないですか、私の顔ぐらいあるんじゃないですか。はい、ということで、ね、いただいていきたいと思います。さあこれかぶりつけるかな。うんうんうん、美味しい美味しい。なんだろう、とにかくねめちゃめちゃジューシー、もうすごい溢れてきます。もうベーコンもねすごく分厚いですし、このねいい感じの焦げ具合っていうの、香ばしさがいい感じです。でお肉も本当にねジューシーです。もうレイ君もねポテト、レイ君ポテト、レイ君ポテトだよ、これポテト、うん、これはうまい。ぜひねこちらインディゴ箱根ゴーラ、もしくはねこの周辺に遊びに来た時にはこのボックスバーガー頼んでみてはいかがでしょうか。いただいてみます。
はい、まあ、こんな感じでね、今貸し切りでね、こちらのプールが使えてるような感じなんですけど、こちらね、こちらのポットオッケーとなって、取れるような状況となっております。はい、非常にね、水温としてはね、結構暖かめですね。深さはね、0.5 メートルという感じで、そんなに深い感じではありません。はい、レイクもね、楽しそうです。転ばないですね。はい、今ね、プールの方から戻ってきて、お部屋で温泉入ってですね、まあ、一段落したところなんですけど、これからね、バーの方に行ってですね、ちょっとね、飲み物いただこうかなというふうに思います。ということでね、行ってまいります。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、お疲れ様です。どうも、いただきます。私はこれは、グレープフルーツジュース使ったモクテルです。はい。めちゃくちゃおしゃれですね。飲んじゃったよ。はい、おはようございます。もうね、今7時40分回ったところでございますけれども、昨日もね、アイアドチャンネルのライブなども含めてですね、合計でね、多分4時間ぐらいライブやったっていう感じなんですけどね、ぐっすり眠ることができました。いい感じでお腹空いてますんで、これからね、朝食の方食べに行こうかなっていうふうに思います。ということで、ご飯食べに行っていきます。はい、食事の方はね、こんな感じでセミビュッフェという感じになっております。こちらフルーツとかね、チーズとかございます。あとこちらね、パンですね、クロワッサンとかがね、美味しかったと記憶してます。こちらにね、サラダとかがね、このようにございます。結構ね、種類豊富ですね。ディナーはね、あちらの薪でね、焼かれる感じです。はい、朝食はね、洋食のですね、イングリッシュブレックファーストとネイバーフットの和食のね、お弁当という感じになってます。そしてね、お子様のメニューもありますけど、こちらはね、別途ね、費用がかかるような形です。はい、レイ君用にね、バナナとかね、こちらサラダ、多分ね、トマト食べると思いますね。どれ食べる？トマト？バナナ。うん。はい、こちらね、和食膳となってます。こんな感じのね、地元の素材をね、使って出してるこだわりがございます。はい、そして、ね、今洋食の方でですね、エッグベネディクト頼んだやつが来ました。なんかね、めちゃめちゃ美味しそうです。ほら、プルン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 です。はい、今ね、パンとかね、スモークサーモンだったりとか生ハムね、取ってきました。そしてね、サラダですね。はい、じゃあね、いただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただいていきます。まずね、ジェイ君にソーセージあげましょう。ジェイ君、ソーセージ美味しい。ということでね、エッグベネディクト早速ね、いただいていきます。ふわふわ、確かね、マヨネーズが結構効いたね、エッグベネディクトだって記憶してるんですけど、よいしょ。はい、こんな感じ、トロトロですね、ふわふわ、いただきます。うんうん、なあ、うまい。思ってたよりマヨネーズ効いてなかったですけど、ほうれん草がね、すごいパンチがある、ほうれん草のボリュームがありますね、うまい。じゃあね、このまま今日はね、食べ進めていってですね、まあ昼食ぐらいまでね、いるかなっていうふうに思ってます。昨日のね、ライブでもなんか美味しいお寿司屋さんとかの話出てましたので、11時半からなんで、空いてね、行ければですね、ちょっと行ってみたいなというふうに思います。それまでちょっとゆっくりしていこうかなと思います。はい、ということでね、あっという間に時間も過ぎていきまして、もうずっとね、温泉入ってお部屋の方でね、ゆっくりさせていただいてたという感じなんですけれども、ホテルインディゴ箱根強羅さんに久しぶりにやってきました。で、今回ね、アップグレードしていただきまして、こちらのプレミアムスイートの方にね、お邪魔させていただいたわけですけど、本当にね、最高でございます。で、またね、ご当地のボックスバーガーさんであったりですね、山彦寿司さんだったりとかですね、
ますますね、これから行きたいお店なんかもね、出てきましたんで、また機会があればね、そちらの方もお邪魔させていただきたいなというふうに思いました。まあ、今回はね、非常にね、お得にいいお部屋にね、泊まれたんじゃないかなというふうに思います。で、今回合宿の方でね、モンちゃんだったりとかトリップパンダさんと来てるわけですけど、モンちゃんもトリップパンダさんもね、気に入っていただいたみたいなんで、よかったかなというふうに思います。またね、お伺いしたいなという思えるね、ホテルでございました。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテル宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信していっておりますんで、ぜひね、情報の取り逃し、お見逃しないようにですね、チャンネル登録、下のね、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次の動画お待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。楽しい。バイバイ。And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives